ミーティング。あ、お巡りさんが下側で押してるのも見てる。みたいに人いるよね、多分ミーティング。うん。うんうん、アルマ君がアルマ君がミーティングは絶対にありえへん。うん。はい。なんで。クルーです。クルーです。幸せ。はあ、で今左に行ったのはプテちゃんですか？着替えもしちゃおう。てーてて て、え？早く宿舎ターン。え、宿舎やったっけ？え、じゃあエンジンで左行ったん誰？あ、それ僕です。あ、アルマくんか。エンジンがあるもん。あれ？ガミさんとさ、俺とさ、もう2人ぐらいはいたしましたよね。キッチンいましたね。で、あれ？キッチン脇。誰が湧いてたか全然覚えてない。オニキだった気がするけどね。展望に行ったのはオニキだったはず。もう一人さ、武器庫に行った人いなかった？手で直したの俺、昇降機右へ直しました。武器庫行ったのはガミで、下銃タスクしまって、で武器庫上行こうとしたら、メイヤさんが停電から逆走はして出てきましたね、武器庫から。あ、で、アルマが、コックピットから来てるんで、鬼木のキルはアルマ結構筆頭かなっていうふうに俺は思ってるんだけど、キルクラ来てない人もう一人キル、あれ、もう一人いなかったっけな。貨物メイヤさんしか会ってないです。え、赤本と最後に変装してますよ。え、フジブ見えてない。あ、いや、でもそのぐらいではあった、多分。おまじさんってメインターン？キッチンから店舗入る直前ぐらい。停電直してる人が他いい日にやったら、はい、より最後アーカイブまで行ってるんで、おまじは見てないけど。サントスさんは？私アーカイブターンで最後、宿舎前まで行ってシェリフです。おお、でかい。あとすると、キッチンがメータケ、メータケ？いや、メータケ神の3人は確定で、ごめん、俺の見間違いかもしれないから、もう1人の話は置いといてほしいんだけど、竹尾さんは確実に展望デッキの方に行ってる。で、僕はエンジン脇でエンジン配線をして、コックピットハンドルやって、右行ったら、ガミさん、で、メイヤさん見えてない。で、ガミさんと会って、2人でした、行った。脇考えたいんだけど、脇。僕が宿舎ターンで他にいないんですか？宿舎ターンの人、宿舎ターンの脇の人とかは。俺はメインターン。で、私がアーカイブターンでシリフです。アーカイブターンでシリフ。だから左っぽいけどな。宿舎エンジンメインが候補。エンジンは僕とアルマ君の二人脇っすよ。翔子、翔子右直してます。トヨさんとさんすれ違ってる。すれ違ってる。あ、合ってる。お前さんとは合ってる。え？シャワーで難しい。シャワーで合ってはいる。ね。まあ、僕宿舎ターンだから全然怪しいんだけど。いやでも宿舎脇でプテボタンを押してるから基本的にオニキのキルは厳しいんじゃないかなって金庫の弁当からするのね。相手は伊豆さんの方がいいのかなと。リアクター左と金庫の着替えタスクのところにはしたいないです、うん、俺は基本アルマが弁当かなって思っちゃうけどな。だっけ、てー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 てってってけてっ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 てけてって俺トイレ行きたい。めちゃくちゃトイレ行きたい。あ、これは俺のターンや。ほら、すぐ直した。左側で見てる。メイヤさんキッチン脇でエンジンの方に行ってると思います。その後は分かんないです。いや、コックピット行ってると思いますよ、うん、僕がエンジン行くときにコックピットの方に入ってったから。アルマってエンジンからどっち行った？エンジンメイン、エンジン宿舎で今最後ミーティングいる。え、ミーティング？あ、おまわりさんが下側で押してるのも見てる。バカみたいに人いるよね、多分ミーティング。うん、
アルマ君が、アルマ君がミーティングは絶対にありえへん。うん。なんで。うん。あの、おまじさん、あのミーティングありえへんって言われてもミーティングにいますで、おまじさんが下からボタン押してるのを見てる。いや、だとしたら、おままで人外でもいいぐらいのレベルでアルマ君は絶対におらん。え、合ってますよね。でもアルマ君と石油通路で会ったやん。で、おまおじとすれ違い。石通路あってない。石通路じゃない、コミュ通路、コミュ通路。コミュ通路でガミさんと俺とアルマ君で、アルマ君左抜けた後、おまおじとすれ違った後に俺わざわざ一回、コミュエンジンカーの扉閉まっての確認して宿舎まで走ってるから。まあ、俺を抜くのも左にあったし、おまおじさんが下からボタン押してるのも見てるし、なんなら奥に何人か行くのも見えてる。いやもう、あの、もう俺からつってでもいいから、アルマ君つってほしいぐらい俺。でもアルマさんもっとだけ面倒くさい。いや、アルマさんだったらダメですよ、絶対に左。まあでもメイヤさんってアルマを筆頭で竹川さんよりだったから、まあまあいやアルマさん釣りかなと思うんですけど、オールンやったら弁当よ、弁当も弁当以外ね。なんかいや僕視点だと、うん、なんかアルマトータスとかが自陣外とかで、いやあのエンジン隠してる可能性あるかなと思ったけど、そうじゃないんだったらまあお前さんがいい感じにかいくぐって切ったとかかなな。ね、初手の話をちょっとしたいんですけど、あごめんなさい、初手の話したいんですけど、停電入ってちょっと経ったってタイミングでもコミ通路で僕とガミさんって会ったんですよ。でガミさんそれはメイヤさんの証言から会ってるじゃないですか、それって。まあ、そこにいるのは確かですけど、アルマさんは多分僕もメイヤさんも視認してなくて。いやメイヤさんは視認してるって言ってました、あのタイミングで。だって2人とも一緒に食らってってるのを見てるって言ってたじゃないですか。いや言ってない。いや言ってました言ってました、それくらいのタイミングだと思うって言ってました。でサントスさんに聞きたいのが、停電入ってちょっと経ったタイミングってキルクール、僕厳しくないですか、ベントで飛んで切るしてなんて。ターンは24秒でした。手で入ったけど、いやそれは覚えてないから難しい。これね、俺が宿舎の下のドア開けた時に左右開いてたよ。でもおまおじは絶対に宿舎通って行ってるから、宿舎入った時におまおじが閉め、誰かがドア閉まってて、おまおじ右開けて左開けたのがアルマ。マットの可能性あるんで、ボタンアルマトータスおまおじプテすれば勝てそうだと思ってる。いやボタン、いやアルマさんマットだと結構めんどくさいから、ボタンちょっと頑張りましょう。コミサボ直したんはトータスです。マット否定だけしてきます。うん、俺ボタン押したっけ、押してねえよな、押してないと信じたいけど、コミサボへガミさんがいてくれんやったら。おい、道連れはないと。まあ、基本アルマさん黒軸で進めようと思うので、トータスさんは白置きでルーラーするつもりは全くないですと言っておきます。まあプテモツっていいかなと思ったけどね。まあ初手キル目もそうだし、初手キルもあれだから、あ1キル目、ごめん1キル目容疑者、2キル目容疑者だっけ。え2キル目の容疑者には僕ほぼ入んないと思う。金庫はまあ行ったけど、でコックピットらへんっていう情報あるから。いや分かる分かる、それをずっと言おうと思ってた。あそうなんだ。うん、ちなみに2キル目におまおじさんできないです。僕も無理じゃないですか、初めて上がってるから。そう藤見はさんも、まあでも最後の5、6秒じゃない、僕が死に外れたのなんて。まあ、まあ、宿舎で別れたぐらいよね。そうだよね、宿舎で別れて俺がボタンを押すまでないってこと、うん、アルマっぽいなっていうことで僕も落ちてたと思ってるから、まあ、初手キル考えたくて、2人分けの時とっています。カモツが藤ぶり、藤ぶりか。一応ね、サントスさんがメインホール脇のおまおじさんが昇降機右に行くのを見てて、サントスさんアーカイブ分けでタンって言ってるから、うん、2人昇降機右に行ってないとおまおじさんのキル難しいと思うから、うん、まあ、僕おまおじさん、あ、まあ、なんか上手いキルしてんだったらおまおじさんだけど、まあマット込みの藤振りとかも追いたいから直してます。何かガミさんは疑わないの。ガミさんって何、アルマと一緒にいたっていうのか、アルマを人外軸で置くとガミさんって結構人外だ。いや脇から考えてて、いや一応ねごめんね言えてなかったんだけど、私アーカイブ開けてシャワーのカンカンしていって、その後宿舎前まで走っていってるから、カンカンしてる間にもう一人湧いたメイン脇の人がアーカイブの方に行ってたとかはあります。一応あ、まあ、そうだね、停電中だから見てないけど俺は、うん、一応アーカイブに降りる。いや最後ね、最後ね、まあ、一応藤振りはあります。キッチン脇って3人だったんだよね、メイタケ、うんうん、もう一人って言ってたから神さん、うん、そうだね、だからそこは追ってないですよ僕は。で藤井さんって あって強労でしょ。だって竹雄さんのキルは絶対届かないから、うん、うん、竹雄さんのキルは届かないから、うん、そうそう。まあ落ちた感覚あるんだったら
スキップでガミ釣れば終わるかなって思ってます。ん？プーテガミ釣れば。多分左脇だと思うんでね。まあね、俺と星宮君してはそうだよね。うん、ガミさんを追う場合って、どういうふうに追ってんの？いや、フジブリだと思う。そんな、まあ、フジミヤが陣外だと思う。まあ、プテマットで宿舎脇隠れてて、ガミ取りました。ああ、それもあるな。タスクやる？2個よ。だいぶ遅いで。だいぶ遅いで。まあ、タスク勝ちってほぼ無理だと思うんですけど、釣り進行か、釣り進行にしましょうか。コースをしてほしいです。いいと思います。一応今停電見たのでマットは否定しておきます。で俺はまあプテとガミさんだったらまあどっちもあると思ってて、うん、まあガミさんってアルマを疑ってもうなくて白も出してないっていうなんか曖昧な位置だから。疑ってます疑ってます。トータスさんと一緒に対抗は出したし、うん、まあ初手はあの見えてないっていう話だけど。出してた。それは出してた。僕も対抗でいいって、うんうん。まあ小声で。ちなみに、その今、見てたっていうのは最初、真ん中、一番右、一番左が下がってて、僕が一番右を上げました。他は他の人を上げてます。うんうん、まあそう、なんか、ガミさんは、まあ、アルマがむしろガミさんに白を求めてたので、ガミさんは、インポスターよりか、マットミがあると思ってたけど、うん、今、直したっていうのが、確かなら、合ってる。まあ、プテの方がやっぱ、俺視点では怪しく見えちゃうかな。いや、僕がサイクロなのは分かるのよ。で、うんうん、おまおじさんを否定する僕もう単品者藤宮は追ってないの、ね、いやおまおじさんはまあ、まあ、できなくはないけどなんか難しそうじゃない俺がやってるがやってもう多分停電乗っ取ってるしかないと思うよだってサントさんとすれ違ってるもんねそうサントさんとすれ違ったあとブリちゃんが一応おるって言ってるんやからいやでもごめんやけど俺おまおじも見てないし停電中やから誰か通ってても分かんないよ、うんうん、俺が言えのは藤宮くんと湧いてて2人でしか湧いてないっていうことだけやから、うん、そこに伊豆さんはいなかったっていうことだけまあでもプテさんへのそうプテさんの容疑は拭えないからシェリフ切るか釣りはやっぱり対象になるかなと思って、まあ難しいんだけど藤宮が左脇がないまあ僕がだってね宿舎で湧いてる場合はまあ僕が陣外になるから、うんうん、そうだねその場合はもうプテマットガミインポスターしかないよね、トータさんの意見も聞きたいなと思います。はい。俺は どのキルで、うん、どのキルでいや、もうラストウルフ誰からって。ああ、今のところガミさんかおまおじです。プテさんじゃなさそう。まあ、プテクルーだとほぼおまおじさんかね。ガミさん。プテさんはマットは全然ある。アルマガミ両老だったらあの議論にあんまなんなさそうかなって思ってるんで。ガミさんはマットの否定が今できた。なんかね、プテガミで終わりそうとは思ってるんやけど、おまおじやった時めっちゃ怖いって感じ。そう、そうなのよ。いや、アルマ君と対抗した時ちょっとおまおじが何も言わなさすぎたかなと思って。あ、それ言うんだったらプテさん取ります。すぎたってなんなの。それ言わんやろな。あ、ごめん、スキップ入れちゃった。僕おまおじさんに入れてます、これ。私もう藤宮ハイブリほぼ切ってるんで藤宮ハイブリ切ってるんだったら僕とお前さんローラでいいようんうんそれでいいかなと、うん、アルマコン金庫から出てきたこと言うやろおまおじやったらってもうやめたすごい切で切られた。いや、んなことはないと思う。ああ、そこで切るんやったらもっと勢いよく止まって切ると思うから、サントスさんがプテさんに切られてると思う。まあ、サボ中だから一応、プテクルーでもボタンを押せれば。うん。今、2人でコミのドア開けて、中入って、やから、俺が見てるところで切ろうとしてない、サントスさんがありえへんと思う。ああ、なるほどね。うん。トータスさん直してるよね。直します。トータスさんはもう白置きでいいと思うよ。はい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 。
はい。まあ、ってくれるなら、まあ、ガミをまどっちかで。ガミをまどっちかだもんね。僕釣らってもらって、おまおじさん釣り。僕視点で僕が来るのときガミさんインポさないから。誰確定室っぽいな。誰ですか、これ。マットは。ハイブリさん俺。いやー、そのまま俺が釣られたかった。さあ、どう？いやー。ホタさんが見たのがでかいね、もう。後ろ、ほぼ決まってたから。でも、アルマってなんか実際ミーティング いそうな口ぶりだったけど。いたんじゃない多分。あ、いたと思うよ。うん、いたいた。端っこにいたんじゃない端っこにいたよ。うん。俺の押したのあれだけ見てたんじゃない、うん、いや、藤振り追ってくれよ、トッシャン。そして俺から釣ってくれ。